はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズの第17弾をお送りします。で、今回はこのね、3問やっていきますので、まずここでね、1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。ちょっと動きますよ。よいしょ。ほっ。あ、いい感じかな。よし、じゃあ行きましょう。で、自分が、まあ、自分のね、個人的な感想ですよ。感想ですけど、今回の難しいっす。この問題。特に3番、2番もそこそこ難しいけどね。特に図形が苦手な子は、子なんかはね、特に。まあね、1番、まずねじれの位置からやっていきましょう。で、今回の主役は正四角錐です。全部それのつもりで書いて、ちょっとね、まあ、サイズが違うのは許して。1番用、2番用、3番用です。で、正四角錐で BC が6だけ載っております。なので、まあ、ちょっとこれ使わないでこっちにしようか。ここの BC、まあ、6だよね。ってことは、CD も、DE も、EB も、下全部6ね。正方形だから、正四角錐は。まあ、斜めは6じゃないよ。これは違うけどさ。っていう情報のみでいきます。で、まず最初が、BC。こいつと、ねじれの位置になってるものを探す。で、ねじれの位置の覚え方なんですが、基本に自分がね、よく言うのは、平行なものをまずダメにしますと。で、もう一個が、交わってるのをダメにしますと。つまり、平行なものと交わってるものを抜いて残ったのがねじれですよって言い方をよくします。で、なんでこれでよく言うかっていうと、これでほとんどもう大丈夫なんです。基本的に中学校の内容だったりとか、まあ、まあ、1年生でね、ねじれの位置習うんですけど、定期テストとかだったら基本的にこれでいける。ただ、本当はね、ちゃんと覚えるんだったら、この交わってるってとこに、延長してもっていうのをつけてほしい。で、これをまとめると、同一平面上にないものって言い方もできるんですけど、数学が苦手な方なんかはこっちの方が覚えやすいと思います。で、それを使ってやっていくと、まず、BC と平行なのは DE です。さっき言ったようにこれ正方形なんで、ここはダメね。平行だから。で、あとは交わってるものを抜くと、CD とかって C でここくっついてるからダメ。BE もくっついてるからダメ。で、AB も B でくっついてる。交わってるからダメで、AC も C で交わってるからダメ。で、残ったのが AD と AE ですよね。で、それがねじれの位置になります。つまり今回の答えは AD、そして辺 AE、この2つですね。で、なんで延長してもっていうのを付け足すかっていうと、まあ、そんなに見ないんですけど、例えば、これ図書きかな、正六角錐。いけっかな。下が正六角形。ちょっと前後は実線でごめんね。ちょっとごめんよ。で、まあ、こういう風に。まあ、例えばこういう錐になってる時とか、こういう感じね。ちょっと上の部分考えないでいきますけど。それを、じゃあ、こいつと、ねじれの位置を探すとします。この斜めの部分ちょっとなしにしますね。今回、下だけで考えると。まず、下が正六角形なんで、奥のこの部分平行です。ちょっと自分の座と曲がってるけどさ。だからダメなんだよ。で、あと交わってるのって言えば、ここ交わってますよね。で、こいつも交わってますよね。だから、平行と交わってるものを抜いた、こいつとこいつって、これだけでいくとねじれになるんですよ。平行と交わってるのダメだからね。でも、こいつらもねじれじゃないんです、今回。で、なんでかっていうと、これ同じ平面になりますよね。ピーって伸ばして、ピーって伸ばした場合、ここ交わります。延長して交わってるものもダメなんです。だからこいつも抜く。もちろんこいつもです。こっち伸ばしたら交わっちゃうからね。で、それをまとめると、同一平面上、同じ平面にないものを抜けばいいよって言い方をするんですけど、平行交わってるプラスでね。まあ、自分は平行と交わってるのがダメっていうのを覚えてくれる方は、伸ばした時もダメなんだよって交わったら。っていうのもぜひ覚えてください。こことここは伸ばしても交わんないんでね。BC と AD は。そんな出てこないですけど、これとかは。でもね、一応それで落とすのももったいないんで、ぜひね、それを覚えておいてください。
はい、じゃあ2番いきますって、2番もね、なかなかレベルが高いんですけど、やってることは、AB、AC、AD、AE の中点を取ります。で、中点を FGHI ですね。中点 FGHI。で、ちょっと何やってたね。ちょっと何やったな。この辺か。ここで切ります。FGHI でね。切る。一応書いておこうか。F、G、H、I。で、切ったときに、まあ、こうやって上の部分と下の部分、ちょっとな、ちょっと斜めだったね、ごめんね。上と下に分かれるじゃないですか。で、下の部分の体積が今回話に出てきます。で、下下って言ってるとあれなんで、土台って言い方を今回させてください。下の部分ね、土台。ここの体積は、四角錐 FBCDE。FBCDE だから、こういう四角錐。いい？こいつの体積の何倍かって聞かれてます。で、こいつはこいつの何倍なので、それぞれ出しましょう、体積。多分それが一番早い気がします、今回。で、まず土台から出しに行くんですが、いきなりこの下の部分出すのは難しいので、全体から上の部分を引きます。体積としては、全体から上を引く。で、全体も、上の部分も両方四角錐、まあ、正四角錐なんですけど、結局、なんとか錐の体積を出したいんで、高さが必要になるんですよ。でも高さないでしょ。だから、自分で文字を使って置きます、こういう時は。いい？置く。で、今、じゃあここ、高さね。まあ、こういったらぶつかって、まあ、ここ下にまで来る、こうやってぶつかる。で、ここの全部の高さ。を、じゃあ H って置きましょう。高さ H って置くことが多いんでね。これでいきます。で、まず、全体の体積は、底面積、下ね。底面積かける、高さかける3分の1ですね、今。で、底面積は6で、ここも6の正方形だから、36だよね。36かける高さ H かける3分の1。これが全体です、今。全部。で、上の部分、いきます。で、上の部分は、今ここ、中点ですよね。こっちも中点。ってことは、中点連結定理が使えるので、ここの長さっていうのは、こいつの半分になります。いい？だから、3なの、これ。中点連結定理でね。もちろん、比で計算してもいいんですけど、3ってわかる。つまり、こっちも3なんです。だから、ここの、面積は、サザンが9になります。9。で、ちょっと書けないんで、引く、底面積9かける高さも、中点で取ってるので、全体が H だったら、ここは半分の2分の H になります。つまり、2分の 1H にしようか。高さね。で、こいつも、四角錐で、なので、錐だから、3分の1をかけてください。で、計算していきます。まず、上の部分、約分すると 12H です。で、ここ、計算すると、待って、いくつ2分の3H だね。で、通分します。2分の24、引く2分の3になるから、2分の 21H で大丈夫です。これな、H 残してて平気だからね。で、次が FBCD。これは書こうか、じゃあ。FBCDE。こいつの体積を出しに行くと。入ってるよね。で、こいつも、ちょっと左にね、高さのが寄っちゃってるんですけど、底面積はこの下の正方形です。で、高さはここです、ここ。で、ちょっと見にくいですけど、結局この高さっていうのは、この高さと同じ。だから、上が2分の 1H 使ってんだから、下も2分の 1H です、当然。両方とも同じだからね、半分に切ってるからさ。なので、底面積は同じく36。高さが半分の2分の 1H。こいつも四角錐なんで、3分の1をかけてください。で、やるとこれ 6H となります。で、今聞かれてるのは、土台はこれの何倍。つまり、こいつはこいつの何倍なので、2分の 21H 割る 6H。これを計算してください。で、そうすると、H が消えるんだよね。割り算になってるから。
で、やると、約分しよっか。いくつだ ?4 分、ん待って。ひっくりをちゃんとやろっか。入る、2分の、H を消しちゃうんで、9にしちゃうけど。これ暗算はできんかった。3でやると、4分の7か。つまり、4分の7倍と。これで入ってるかな。あれだね、下ちょっと余裕があったんで、もうちょっと答えっぽく大きく書こうか。あれだね、早送りしてみた方が分かりやすいの、そっちの方がね。なので、答え、4分の7倍と、これで終了になります。まあ、これもね、結構なボリュームのある問題なんですけど、さらに難しいのは3番。これ難しいっすね。やってて、自分はすごいそう思ったけど。で、3番はですね、今度、J と K っていうのが出てきます。で、J は、AJ 対 JB が1対2なんで、まあ、この辺ですね。この辺に J が来て、こことここが1対2になってる。で、K も同じように AK 対 KC なんで、ここに K が来て、書こうか。A、ちょっとこっち行っていい?あー、いいんだね。1対2になってる。点を取ると。その時に、JK、ちょっと実践で引いちゃうよ。DE。こいつ、これ台形なんですけど、これの面積が24ですと。その時、AC の長さを求めなさい。っていう問題。です。はい。これをやっていきます。で、いろいろやっていく。これ計算めっちゃやること多いんですけど、まず自分は出せるものを出しに行きました。わかる長さとかね。で、まず JK から出します、ここ。で、JK は手前の三角形 ABC で見た時に、JK と BC は平行になってるので、比が使えます。掃除のとこで勉強するやつね。これ、1対3だから、1対3イコール、JK 対、これしたら6だもんね。6ってできる。つまり、JK イコール2ってわかります。ここの長さ2ですね。で、そうすると、さっきも言ったように、この JKDE って台形なんですよ。上が2で下が6だからね。で、取り出すと、ちょっとこれ取り出すね。うん。もうちょっと斜め行こうかな。あ、ごめん。多分なんか動画めっちゃ長くなるんで、できるだけ、シンプルにやりたいんですけど、ごめんね。で、こうなる。で、上が2で、ここが6なのね、今。JK が2で、DE、ここ6だからさ。で、面積24って書いてある。わざわざ書いてくれてるから、なんでかって言ったら、これ高さが出したいんだよ。ここ。この長さを出したいんです。じゃあそこを A と置いて、台形の公式で解いていきます。台形は、カッコ、書こっかね。カッコ、上底足す下底かける、高さと A にしようか。A、かける2分の1です。これが公式。で、それが今24なの。書いてくれてたからね。20入ってる?で、これ解きます。2たす6が8。2分の1やれば 4A になるから、A は6になります。これ高さ6なんです。で、今、これ、まあ、取り出してきましたけど、ここが K で、ここが D ですよね。まあ、右側見ると。で、これさ、もともと、正四角錐なんですよ。綺麗なね。まあ、正がついてるから、綺麗な四角錐なんだよ。で、こういう風に、綺麗に、まあ、同じ比で切ってるので、当然、こう下ろしてきたとき、右側と左側、同じ形になります。右に偏ってるとかなんないからね。正四角錐だから、この状態だと。つまり、ここ2で、まあ、つまり下ろしてくると真ん中も2なんですよ、ここ。で、もともと全部6あるでしょ。真ん中で2使ったら4残ってるんですけど、当然右も左も2に分かれるので、2、2っていう風に分かれます。ちょっと俺の図悪いけどね。左が1、2、3とか長さにならない。ちゃんと2、2に分かれるはず。ってことが分かると、今度 DK が出せるんです、ここ DK。なんでかっていうと、ちっちゃくてごめんな。ここが、直角三角形になってる。で、2も6も分かってるから、三平方定理使っていくと、DK って書こっか。DK の2乗、これ斜辺だからね。2乗は2の2乗、4足す6の2乗、36、つまり40ですね。なので、DK イコール、2乗外すのはプラスマイナスルートをつけます。40。で、
で、ルート40が、2ルート10か。で、今、長さにマイナスがないので、ちょっと消しちゃうね、これね。DK が2ルート10って、いうことが分かりました。でね、スタートここから始まってるんですけど、どんどん紐解いていく感じね。で、ここで大事なのが、補助線が引けるかどうか。これがね、気づきにくいんですけど、結構、わりかしよくあるのが、ここね、1対2って持ってきてるので、それを使えるように、さっきと同じ、平行線を引くっていうのがよく使われます。で、どこで使うか、自分がね、使った方法は、こっからまず垂線を下ろします、ここに。垂線。で、同じように、こっからも垂線を下ろすんです、こう。A と K から垂線を下ろしていく。でもこれだと見にくいので、ちょっと取り、こっちに出していきます。もともと ACD っていうのは、二等辺三角形です。AC と AD 長さ同じだからね。こうなってる。で、今やったのは、こっから垂線、下ろしてきました。で、ここの、まあ、K。ここが比が、まあ、1対2ね。なってる K からこうやって下ろしていく垂線、両方ともね。で、その時に、まず、A から真ん中下ろしてきてる。二等辺三角形だから、当然、6を、半分にするから、ここ長さ33に分かれます。A からまっすぐ下ろしてくると。で、もう一個大事なのが、ここ1対2ってことは、当然ここも1対2なんです。見にくくてごめんよ。1対2。で、全体で長さ3だから、結局長さ1と2に分かれるんです。ここ。ちょ、消しますよ。ふわー。ごめん、消し方悪かった。ここが1で、ここが2って分かる。長さがね。で、徐々に近づいてきました。で、次に、さっき2ルート10を出しましたね。で、ちょ、色変えようか。今ね、何したいかっていうと、どうしようかな。文字置いてないから分かりにくいのか。JK、じゃあ、LM 使う？どうしようかな。LM でいっか。じゃあ、ここを L で、ここを M って置きます。ちょっと見にくくてごめんな。ここ。の時に、KL を出したい、今。KL。この図で言うと、ここです。で、その時に、今、ここ、当然、垂線を下ろしてきたから、これ、直角三角形になってますよね。で、KL 求めたいんですけど、KD は出てる、今、2ルート10って。で、ここの、DL、下の部分も、つまりここだから3たす1で4って分かってる。だから、三平方の定理出せるんだよね。KL。で、求めていくと、じゃ斜辺の2乗だから、2ルート10の2乗すると、40イコール、KL。これの2乗プラス、下が4だから四死16ですよね。で、これ整理すると、KL の2乗イコール24。2乗外す。代わりにプラスマイナスルート。まあ、マイナスも考えないです。長さだから。で、ルート24っていうのは2ルート6なんで、KL は2ルート6って分かりました。2ルート6ってね。で、ここでも勝負ありまで来ますね、ここで。で、ちょっと待って、書き込めないかな。いいか。ここ2ルート6ね、今。で、あとは、これどっち、こっからね、先に KC を求めてもいいんですけど、まあ、いいか、自分がやった方法で紹介します。次に、AM 出します、ここ。AM。で、これは、さっきやったのと同じですね。に、こっから2対3だよね。だから、色は変えない方がいい。こっち行こう。2対3イコール2ルート6対、AM。いいかな？2対3イコール2ルート6対 AM が使えるので、これ計算すると、AM イコール、3ルート6。っていうことがわかります。これもずっとこっちで使ってきた。人同じね。で、AM が3ルート6って出ました。結局今回出したかったの AC だから、ここも直角三角形ですよね。3ルート6、ここ3って分かったんで、最後、三平方、もう一回行きましょう。AC の2乗イコール、まあ、3ルート6を2乗すると、黒く54。プラス、下が3なんで、サザンが9。足すと63。2乗を外す代わりに、プラスマイナスルートがつきます。まあ、マイナスも考えないんですけど、ルート63、ルート63は 9×7 なので、
最後、3ルート7。これで終了となります。一応センチメートつけよっか。もっと簡単な方があったら、すいません。自分が解いたのがこれだったんでね。申し訳ないんですけど。あ、難しいです。で、ただ、なんで今回この問題を取り上げたかっていうと、もちろんここまではね、よく出てくる問題なんで、できるようになってもらえたらいいなと思うんですが、こうなった時に、さっきこう、水と水田両方引いたじゃないですか。で、こう、例えば火がここだけ分かってたら、水線引くって結構使う技なんですね。それで、こうやって火で解いていくみたいなことがよく出てくるので、まあ、こういう解き方、解法があるんだっていうのを紹介したくて、ね、取り上げさせてもらいました。では、多分長くなってしまったと思うんですけど、今回は高校受験対策の図形シリーズの第17弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。でも受験シーズン佳境でございますが、引き続きね、まあ、取れる分、他の単元とかも取っていきますので、もしよかったらね、他の動画も利用してみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。